どうも皆さん、飯召し上がれこんにちはです。今回はですね、まあ僕、築124年の民家に住んでるんですけど、ちょっと家をですね、ちょっとずつ、やっぱ DIY をね、していこうかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと僕はDIY というか、一人でですね、ちょっと片付けというか、もう荷物を、残しちゃうんですよね。だからちょっと今日は、ちょっとこの動画を見てる皆さんに、ここはこれ置いた方がいいよとか、ここはこういう方が置いていいよみたいなのをね、こう言っていただいて、それでちょっと飯召し上がれ、このハウスをちょっと改造していこうかなと思いまして、まあちょっとまずは部屋の様子をご覧ください。まあざっと、このような感じなんですけども、ね、村本さんがいただいた、この辺がね、もう、ちょっと雑に物がちょっと置きすぎてる。こういうとことかね、なんか、どうやったらこう綺麗になるのかなーっていう相談なんですよ。この辺とかにですね。このタンスはすごい立派なんですけど、この辺からね、これもいただいたものなんですけど、この辺とかもこうね、ちょっと置きっぱなしで、って。で、ちょっとどんまもんですね。まあこんな感じですよ。まあちょっとこれはね、ちょっと、汚すぎるんじゃないかってね、思うかもしれませんけど、もうちょっとこのやっぱ古民家を綺麗に改造したい。だから皆さんの知恵をぜひちょっと貸していただきたいです。そしてこの土間がこんな感じですけどね。ここも場所はすごいんですけど、やっぱちょっと物が、ちょっとこういう感じで、なんかここへにも、これなんか置いた方がいいですよ、みたいな。こんな感じですね。機材が。こうパッと。まあ皆さん、このような、状態でございます。というわけで、想像はるかになかなかちょっと散らかってる家でございますけど、やっぱここ綺麗にしてね、ちょっと雰囲気よくしていきたいんで、なんか皆さんも、これおすすめ、こんな商品ありますよとか、なんか部屋が映えるような、ちょっとそんなの教えていただけると、ありがたいでございますので、皆さんコメントとかね、いただきまして、まあ、なんかここはここの配置をこうした方がいいとか、言っていただきましたら、ぜひ皆さんよろしくお願いします。というわけで、徐々に、皆さんと一緒に家を良くしていきたいと思います。というわけで今日はこの辺りでおしまいです。マイマイ。